今の時代こそなんかこう当然ほらうちも時代に合わせて、ね、週休2日制もやってるし、うんうん、給料もいいし、うん、充実してるけど、だけどそんな人と同じことやってたら成功なんかできないよって、うんうんうん、だから、ね、やりたいやつはやっぱり自分の意思でやってよ、うんうんうん、だから働く人は一回も休まない働く人もいるし、もう自由。結局俺の思うにはなんかこう自分のところのスタッフに腫れ物扱うように付き合ったら、うんうんうん、いい関係性になってもたないでしょ、間違いないです、ね、だから、うん、いいことばっかり言ってやってたら強い人材なんか作れない、うんうん、心から向き合うってことですか。そうね、だから自分の気持ちに正直に生きていくっていうのが俺のテーマなんだけど、なるほど、だから思ったことも言わないでそういうのは嫌だな、なるほど、もう今待遇面ばっかりですもんね。そうだから結局これからの美容業界はそういうところの方に流れてしまったら弱くなるよね、うんうん、最近ちょっと海外出てるんですけど、うん、感じますね、もう日本、うん、負けるよね、もう、うん、今の状態で勝てへんなとも思ってますし、うん、いや本当そう思う、うん、美容業界をほら良くしようと思ってみんないろんな活動してるでしょ、はい、俺はすごい素敵なことだと思うんだけど、うん、こんな時代だからこそそういう泥臭いことをやっぱしっかりやっていくっていうのが俺は大切かな、うん、飲んじゃったな。やばさ。かまちゃんありがとう。今日はうん、マスターとかまちゃんにプレゼントがあるんだ。え、何ですか。いや、2人もほらバーの経営頑張ってるじゃん。そんな2人に天野さん、ぜひいろいろ聞いてみるとこれからの参考になると思うんだけど、聞いてみたい。ぜひ聞きたいです。お願いします。オッケー。じゃあ今日実はそこで天野さん待ってくれてるから、今から天野さん呼ぶね。天野さん。お願いします。はい、はい、あ、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、はい、じゃあお待ちしておりました。はい、まずお飲み物は、じゃあシャンパンで。シャンパンで、はい、かしこまりました。いい音俺だけじゃダメでしょ、ね、やっぱね、俺だけじゃ。いただいてもよろしいですか。もちろん、ね、いいんですか。はい、いいんですよ。じゃあかまちゃん入れちゃって。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、いや、お会いできて光栄です。いや、光栄です。ありがとうございます。こちらこそ、こちらこそよろしくお願いします。いや、めちゃくちゃ聞きたいことあるよ。いや、めっちゃあります、本当に、うん、今、規模とかってどれぐらいでしたっけ。わかんないんだけど、はい、美容室でね、多分20何店舗で、20何店舗アイラッシュで5店舗と、あと、ほら、カラサン、はい、カラサンが今、35店舗前後ぐらい。なるほど。35店舗。すごい。だけど、うち特殊で、450人グループでいるんだけど、はい、250人ぐらいパートさんなんですよ。え、そうなんですか。うん、そうそう。そうなんですね。そういう特殊な。そうそう。あー、なるほど。トゥルース自体も300人ぐらいで、200人、150人だかな、がパートなんだよね。これ、なかなかないですよ。ない。そうそうそう。うん、あと、オーナーが今、グループオーナーが全部で27人ぐらいいて。これもすごいですよ。27人。え、グループオーナーって、トゥルースののれん分けが10人いて、はい、外部型のオーナーが17人。あ、外部が17人もいるんですか。外部があるんですね。あ、僕はスタッフからだと思う。だからのれん分けフランチャイズと外部型フランチャイズは、カラー専門店。あ、そういうことですね。なるほど、なるほど。あの、毎朝のストーリーズ拝見してます、うんうん、見てます。気合いいただいて、せやなって思いながら。業績アップ委員会出たいです。そうそうそう。お前ね、はい、だからあれもね、やっぱできる経緯があって、どういった経緯でできたんですか。うちがちょうどコロナの時に1億5000万ぐらい赤字計算して、うん、それでグループ入れたらどのやっと2億円ぐらい赤字だったのかな。2億円赤字。キャッシュがだから1億5000万になくなったもんね。 3ヶ月で3ヶ月で、うん、それと同時に濃厚になったから。あ、ずっと同時だったの。同時ぐらいだったんだね。だからその時はさ、創業してから1回だけちょっと若干だけ弱気な気持ちになったね。逆に今までは弱気になったことなかったんですか。ないないんですか。絶対ない。すごいね。すごいですね。やっぱりそのずっと経営されてる方ってメンタルが尋常じゃない。いや、だけどね、その、まあ、その長くやってるとか関係ないと思うよ。その人がやっぱどうするかとか、うん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 、そもそもなんですけど、うん、なんで独立されたんですか。
だからその前のオーナーと、はい、まあ要するに喧嘩なんて、まあ、やっぱり独立するしないでさ、はい、やっぱ揉めちゃうじゃない、はい、でまあ店を天君売るから頑張れって形でずっと仕事も休まないで出たんだよね、はい、で俺が当時は俺も当時はやっぱ人気美容師だったから、はい、やっぱ行く店行き過ぎ全部売り上がっちゃうわけよ、はい、そうするとほら辞めさせたくないじゃない、それで義理があったからやっぱり1年以上辞めるって言ってから働いたんだけど、もう一向にそういうのないから、じゃあもう辞めますって言って、なるほどなるほど、で辞めたんだよね、うん、で独立されて、うん、そこからもう展開しようって決めてたんですか？全然そうじゃなかったんですか、うん、最初は100%も全然したいなと思ってなかった最初。あ、そうなんですか、なんかきっかけがあったんですか？きっかけはね、だから俺最初創業した時ちょっと俺創業変わってて、はい、その普通はほらなんかこう保証人親がね健在だったり保証人いたりとか、はいはい、俺全然いてなかったから親父はいなかったし死んじゃっていなくて母ちゃん死んだ昭和したから、うんうん、保証人になれないじゃん、それでこう保証人ずっと親の兄弟とか親戚とか30何十人こう頼みに行って、で全員断られて、全員ダメだったんですか？全員断られて、それでうちの妹が今うちの妹も本社にいるんだけど、はい、まあそこでその時は他の仕事したから、はい、200万ぐらいの保証になってくれて、だけど足んないじゃない、はい、そうそう、それでどうすかって言って、でうちの母ちゃんが身体障害者なんだけど口も聞けない銀河障害だったから、一級だったから、はい、だからそれでこう、まあ、何もないで 俺がほら困り果ててるのを見て、何も言わないでチャックでさ、こう止めたリュック開けて俺にポンと400万投げたわけ。鳥肌立ちます。やばいな。でそれでも足りないわけ。はい、で 何したかって言ったら、はい、内装業者にね、はい、融資が降りるってね言って、はい、嘘ついて店作らして。それ店が大丈夫ですか？店に出てきたらごめんなさいって謝って、はい、お金ないです。そのまま俺東京。どうだったんですか？どうだった？それでだからもう1年貸してよ、残りの。ああ、なるほどなるほど。そうそう、だから3年間休まないで働いたから。へえ、1回もですか？いやすごいね、吹っ飛んでます。スタッフさんとかと毎日パーティーパーティーって感じですか、うんうん、あれはもう昔から。もう昔からだから、そのまあ俺から言わせると規模とかそこでそういうことだけじゃなくて、その3店舗4店舗ぐらいでスタッフと関わらないっていうのはちょっと俺には意味わかんなくて、うん、やっぱりこうその時こそやっぱり膝つき合わせて 5店舗ぐらいだったらしょっちゅう話して、うん、考え方その人たちに理解させないと、うん、広がっても要するに薄っぺらい組織になるでしょう、うん、だから俺はそういう会社にしたくなったから、うんうんうん、それだけのためにやってるのと、まあ、あとは人が好きってのもあるよね、うん、伝わってきます、うん、だからそれが一番大きいですね。なるほど。うちなんか企画するじゃない、はい、でオーナー店長たちがやりたいことをほとんどやらせてあげるんだけど、もしこれ成功しなかったら俺の給料 10% カットしてもいいですと。あ、自分から言う。だからそれが多分ねうちの会社の少しの強みなんじゃないかと思うね。やっぱ愛情も伝わってるんでしょ、会社精神がすごい。分かんないけどね、だからそういう人がやっぱりたくさんいるっていうのはこうあいつらには俺絶対褒めないんだけどいや、いつも見てて厳しいな。厳しいよ、厳しい、だけどやっぱりこういう陰で褒めてる感じ。なるほど、一番伝わるやつですね。分かんない、それは、うん、今までトラブルは大丈夫でした？うちにロムのその揉め事来んない。すごいですね、愛だと伝わってるんですよ、うん、うちはほら、特殊部隊目指してるんで。特殊部隊、うん、何ですか？サッとさっと目指した。そんな人と同じことやってたら成功なんかできないよって、うんうんうん、だから、ね、やりたいやつはやっぱり自分の意思でやってよ、うんうんうん、だから働く人は一回も休まない働く人もいるし、もう自由だけど、その辞めてないし、その結局なんて言うんだろうね、こう今 その経営者の人たちって、うん、俺が思うにはなんかこう自分のところのスタッフに腫れ物扱うように付き合ったら、うんうんうん、いい関係性になってもたないでしょ、間違いないです、ね、だから、うん、いいことばっかり言ってやってたら強い人材なんか作れない、うんうんうん、俺はそう思ってるね、うん、だからこんな時代だからこそそういう泥臭いことをやっぱしっかりやっていくっていうのが、うん、俺は大切かなと。心から向き合うってことですか？そうね、だから自分の気持ちに正直に生きていくっていうのは俺のテーマなんだけど。なるほど。だから思ったことも言わないでそういうのは嫌だなと。なるほど、うん、もう今待遇面ばっかりですもんね。そうだから結局そのこれからの美容業界はなんかこうそういうところの方に流れてしまったら弱くなるよね、うん、だから強い美容師が作れなくなる、うんうんうん、いやもう最近ちょっと海外
出てるんですけど、うん、感じますね、もう日本、うん、負けるよね、もう、うん、今の状態で勝てへんなと思ってますし、うん、いや本当そう思う、うん、だからなんかこう海外ね、俺もよく行ってるけどさ、まあ、やっぱり日本ダメだなと思う、うん、国力がやっぱり、うん、あ、そうなんですか、うん、そう感じるんですか、感じる、で美容業界をほら良くしようと思ってみんないろんな活動してるでしょ、はいはい、だからそれはみんなの、 その活動として俺はすごい素敵なことだと思うんだけど、うん、経営者のやっぱりその最終的な役割って雇用と納税だろうね、うんうんうん、それはだから美容業界でそのちゃんとした適正な売り上げを上げて適正な利益を出して納税していくっていうふうにしないと、うん、美容業界が舐められてるのはそこだからね、うん、あ、そうなんですか、うん、間違いないですね、だって納税しないもんみんな、利益出てないし、なるほどなるほど、うん、だから個人事業も多いですしね、そうそうそう、うん、確かに、だからやっぱりそういうふうにこうなんか変えていった方が美容業界変えていくってなって納税しようぜみたいな、うん、なるほどですね、いいキャッチコピーですね、うん、納税しよう、納税して金が出ればいいんですよ、うんうんうん、だから俺納税するようになってビル買えたし、へえ、うん、だって俺だって最初は8つものさちっちゃい店で2人から始めて、あ、そうなんですね、でもう駅前なんか借りられなかったから寂れた商店街の一角でやったわけよ、家賃8万円の、家賃8万円8万円、へえ、そんなところが始めてみんなにバカにされて、まあ俺も中卒でやってるからさ、だからやっぱりバカにされてすぐ潰れるってさ、うんうん、言われて、そんな言われたんですか、言われた言われた、うん、それでその他店舗しようと思ったきっかけはあのほら今なくなっちゃったけど桜産業ってあるじゃん、あ、はいはい、で桜産業の、店舗視察ツアーってのに連れてかれて、はい、店舗視察ツアー、うん、その時だから国分社長アース、はい、国分社長と吉田会長、あとブロッサムの西社会長とか、まあ、そういうサロンを行って、その当時もやっぱりアースさんもまだ8店舗ぐらいで、そこが10店舗だったのかな、んで吉田会長も 10店舗ちょっとぐらい、でそういうそのサロン行って、でなんかもう40坪ぐらいの真っ白い店で、はい、それでもうここはもう1500万や2000万やってるって聞いてで俺8坪の現実見てはいはい、はい、これはちょっと俺もう1回だから勝負してみようかなと思うのに、なるほど、こうまあずっと伸びられてきてるとは思うんですけど、うん、一番振り返った時のターニングポイントっていうとどういうところだったんですか、うん、ね、俺ね7億まではねすぐ行っちゃったんだよね、はい、7年ぐらいで行って、うんうん、創業から7年で行って、で7億行ってから3年ぐらいねダッシャーつって、で人は辞めて、そんな時あったんですか、3年間のリゾートだから踊り場で、なかなか低迷してた、ちょっと悩みますよね、こう止まったってことですか、はい、うん、なるほど、そう、なんですか、器がなかったんじゃない、俺のさ器なんですね、うん、だから結局そのまあ、人の器っていろんな考え方があるけど、うん、俺は受け入れる力なのかな、人をこう受容していく、受容していくというか、うん、だからそういうことなのかなって最近は思うね、なるほど、振り返るとね、うんうん、そこをどう乗り越えたんですか、もうみんなにお願いしたいんでしょ、頑張る、その通りだから、でも変なプライドとかじゃなくて、うん、もうそういう人生観なのはもともとなんですか、いや一番変わったんだからほらさっき言った脳梗塞になって、そのあと一番最初はほらうちの母ちゃんが、ね、交通事故で身体障害者になったでしょ、だからあその右半身が動かないわけよ、はいはい、だからそれでもなんか普段生活するにあたって、うん、例えば紐を結ぶとかガスをつけるとか、うんうん、まあ、そういうあとは例えばじゃがいもを剥くとか、うんうんうん、そういう作業っていうのは五体満足だと普通にできるんだけど、うんうん、だけどあの人たちは工夫して爪を切ることもだし、うんうん、やるんだよね、へ、うん、ああいうの見てて、あじゃあ俺五体満足だし、なんか少々のことじゃ一言だよね、うん、なるほどですね、それが一番俺の原点かな、やっぱ本当今結構若者、まあ自分らの世代もですけどそれよりもしてもどんどん展開するじゃないですか、うんうん、そので、実際だからその後の 2,3 年後、うんの相談結構多くて、うん、勢いでやっちゃった後の後始末が分かんないっていう、うん、なんかそういう方に向けて、うん、なんかちょっと一言いただけたら、ちょっと聞きたい、まあ自分の人生なんだからやりたいのやればって感じ、なるほど、公開それも含めて責任ですもんね、やっぱりだってそこで例えば資金繰りは絶対急拡大って資金繰り絶対悪くなるんで、そうですね、絶対なるの、うん、俺もそんなこと何回もあったし、うんうん、そんなずーっと上り調子なんてさ、うん、ないから、ないですね、だけど、うん、その失敗するしても失敗すると人間って味が出るんだけどさ、うんうん、そのこうやりながら勢いよくやってって絶対に失敗しないっていう思いでやらないと、うん、
うん、そこで失敗する人と、もう失敗するのが当たり前と思って失敗する人って、うん、全然違うじゃないですか。そうですね、うん。だから失敗したくないと思ってやって失敗することが大事かなって。俺も 何十点も潰したんだろうな。もう、あ、そうなんですね。20何点も潰してんじゃないかな。あ、そうなんですね。オーナーって何人で脱落したのかな。5人ぐらいで脱落して。へえ。その撤退のラインって何か決められてる。3年で営業黒字になったらやめる。あ、ならなかったってことですか、うん、ならなかった店もあとは人が辞めちゃったりとか。なるほどですね。だからやっぱりリーダーだよね。そうですよ、ね、うん、トゥルーさんは何に特化されてるんですか。なんだろうな、うちな。なんだろうな、バシッと欲しかったけどね。だから俺そんな身も張りたくないから、はいはい、分かんないし、まあうちはやっぱりみんな人っていうかもしれないけど、うちもやっぱり人かなと思う、ね、なるほどですね、うん、だからうん、だ今日もなんかいろいろうちの店長たち真面目に俺のところ連絡来るんだけどさ、うんうん、まあ暑いね、うん、暑いんですね。やっぱ天のイズムが伝わってないけどね、分かんないけど、もともと暑かったのか天野さんと過ごす時間が増えて暑くなったのかといったらどっちが、うん、暑くなってるんじゃない。うん、でもやっぱりね、リーダーってやっぱ明るい方がいいじゃない。そうですね、やっぱり明るくないとやっぱり人も寄ってこないし、うん、なんかやっぱピンチの時笑ってくれるようなリーダーがいいですよね。うん、私天野さんいつも笑ってるイメージがあります、うん、ずっとガハハハハって。俺絶対もうそういうの決めてるから、ね、苦しくてもそう、うん、だから苦しい時あるよそれは俺って。だけどいちいちそんなことをぐち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 ね、うんうん、言ってても何にも生まれないじゃん、うん、間違いない、うん、まあ、いっぱいオーナーおられるじゃないですか、うんうん、どういう目で見てるんですか、そのなんか息子のようなの。いやもうあの要するに運命共同体、うん、なるほど、同志というか、そう、なるほど、もうそこしかないね。へえ、もういい年なんでみんなそこそこだけどね、やっぱりこう年をいってると変に なんていうのかな変に固定観念があったりね、うんうん、しちゃうからやっぱり突き抜けられないというか、まあ10店舗ぐらいやってほしいんだけどね。あ、みんな一人一人にってことですね。そうだけど無理にやらせるとね、うん、だから人が辞めるのも結局業務委託に行くとかね、どっかに行くとかっていうのは行かしちゃう会社が悪いんだよ俺から、うんうんうん、やめちゃうのは俺たちのせいだって言っても言ってる、うんうんうん、だから選ぶのは本人なんだから、だったら辞めて後悔する会社作ろうぜっていう、うんうん、間違いないです、うん、間違いない、うん、俺はそう思う。だけどこう人生って面白くて自分でやったことは全部自分に金返ってくるんで、うん、いいも悪いも、そうなんですよね。それは若いうちは分かんないんだよ、うん、そうですね、最初はね本当に分かんない、やっぱいっぱい失敗してそう、うんうん、でも本当にいろんな先輩見てるけどみんなそう、自分でやったことは全部自分に跳ね返ってきてる。なるほど、いいも悪いもですね、いいも悪いですね。だって売り上げだけでさ人を測ってる人もいけないじゃん、うん、だから俺はあんまそうなくて、うんうん、だけどやっぱりその経営者としてやっぱり利益を上げるって上げなくちゃいけないっていう責任はあると思うんだよね、うんうんうん、俺はそこだけから、だから俺っても利益だったら出さなかったら ごめんね、前もごめんって。なるほど。いや、すごいですね、逆に。で、ケイさんも全部、うちはもう、方針発表が全部発表しました。まあ、みんなで見せて。もう、この前は、各店舗の売り上げと営業歴全部発表した。他のオーナーのところ。個展どころ、個展で。直営も。でもね、そしたらやっぱ変わったよ。変わるんですか？変わった。利益が低いところは、こんちくしょーと思って、悔しさから一生懸命やってる今。まあ、この数年日本って競争とかあんまりみたいな文化やったじゃないですか、うん、いりますよね、いる、うん、絶対競争意識がないとやっぱり成長しないよね、うん、切磋琢磨ですね。そうそう、だから本当にね、あれはねやってよかったなって、時間かかっちゃったんですね。やっぱ恥ずかしいって一番の原動力ですよね、うんうん、あと悔しさだよね、悔しさ、うんうん、ね、うん、やっぱ俺もずっと悔しいって思いがずっと思ってやってるからさ、うんうん、だから悔しいんですか。悔しかったよね、バカにされてさ。本当最初俺創業した時はさ3万円の中古のさあると思ってたんだよ。3万円のなんかこういう重たいやつなってあるとこういう風にあげんだよ窓を、ね、いつか俺はねフェラーリかランブルギ買うぜそういう原動力あったんですよ。あった、すごい、こう若いうちからこうお利口さんになっちゃうと、うん、こうお呼び腰になっちゃうから、うんうんうん、だから俺は若い人たちにはあんま勉強しなくていいですよ、ガンガン挑戦しなくていい、目の前のことを一生懸命やる、うんうんうん、あ、これ視聴者が、ね、めっちゃ気づきになったんじゃないですか、うん、結局必要になってくるわけよ、うんうん、勉強しなくちゃいけないっていう、うんうんうん、だから俺なんか中卒で中学校もろくに行ってないんだけどさ、その結局財務勉強するためにビジネススクール何回行ったっけな、3回か4回ぐらい通ったよ、1年間のやつだから
銀行のビジネスクールも行ったし、はい、うん、それこそFBA のそういう格好も行ったし、はい、まあ、色々行ったわけよ。だけど、はい、なんかこう知識をこうひけらかしてやるの嫌いなわけよ、うん、だからこう俺はどっちかというと遊んでるぜみたいな感じで、なるほどなるほど、ちょっと演者的なところあるわけよ。なるほどなるほど、うん、だけど数字も細かいし、うんうん、やっぱり見てるよね。なるほど、うん、やっぱ勝つとこは勝つべくして、うん、やっぱトップが勉強してるってことですね、うん、結局ね、経営者って好きなことをやってればいいっていうのは最初はいいんだけど、だけど人が社員が増えてきたりすると、うん、自分が苦手な分野にこう着手していかないと、多分何かあった時に弱いだろうね。なるほど、うん、そうだから財務を例えば俺は経営者なんで BS と PL に読めばいいと思ってて、うんうん、そこはやっぱ読めないと、やっぱりこうある程度の売り上げが ね、 そうですね、もう10億とか、うん、美容室に行ったら10億以上になってくると、うん、判断基準を誤るよね、うん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 、そう、まあ、2、3億だったらさ、うん、なんも別にさ、なんも読めなくていいと思ってんだよ、うん、これからどういうところを目指していかれるんですか、うん、俺はね、一番やりたいことはね、やっぱり海外なんですよ。あ、そうなんですね。で、ニューヨークとかちょっと自分ではちょっと難しいと思ってるわけ、はい、だからやっぱ俺もアジアだよ。あ、台湾、うん、そう、台湾はね、台湾だっていろいろあったけどさ、まあ、答えちょっと言わないけどいろいろあったね、あとでだけどやっぱり海外でやって、その日本の店舗展開を不審にやってほしいな。うーん、あ、それはもうあいつらに言ってんだよね、うん、もうお前らはもう日本の店舗展開はお前らやってくれって、うんうんうん、俺は海外に行って、うん、もうとりあえず、ね、いろんな人種を、ね、国境も越えてやりたいから。あ、いいですね。マレーシアどうですか？だからいろいろちょっと見てみたい。お待ちしてます、うん、もうアテンドするんで、うんね、いいよね。だからやっぱりその若くしたよね、うんうん、あ、そう、本当そうです、うん、俺もね、日本のもね、もう出店をね、もうぶっちゃけ若くしない。しないんですか？しない。へえ、もうね、全然しない。全然しない。なんでしない？だけど、なんて言うんだろう、また同じじゃん、なんかずっと、まあ、繰り返しな感じがしてしまうんです。日本はもうとにかくオーナーにやってもらいたいじゃない、うんうんうん、だけどこう仲間、人が好きだからこう人が増えることは楽しい。なるほど、うん、刺激が欲しいんですね、うん、あとやっぱり人が辞めることには未だに慣れてないよ、うん、そうですよね、うん、やっぱそれはやっぱり、ね、慣れちゃいけないと思う。慣れちゃいけないですね、うん、何がいけなかったんだろうね、うん、やっぱ思って。常にやっぱチャレンジされてるから、うん、若い、うん、自分が社員だったらってことが一番だと思うよ、うん、なんかね、こうね、小難しくね、うん、その経営論をね、語ってるのはね、ちょっと俺ね、大丈夫かなと思っちゃうし、やっぱりね、うん、だって喜ぶことにすればいい、うん、間違いない、ね、シンプルですね、うん、シンプルですね、うん、俺はもうそこしか、あと判断基準は何に持ってくるの、理念っていうけどさ、うん、経営理念を浸透させることって半端じゃないからね、うんうんうん、半端じゃないよ。だから、だけど諦めずにずっと言い続けるしかないわけ、うんうん、経営ってほら、お経を言ってたもんだからさ、うん、経営の経にさ、おって書いてある。あ、確かに。で、うんうん、A のさ、無って書いてある、うん、だから同じことを、同じことをずっと言い続けるってことだよ、うん、なるほど、うん、なるほど。じゃ理念浸透のコツは天野さんがずっとみんなに伝え続ける、うん、だから理念 の浸透するための努力は本当にしてるよ、うちは。なるほど、うん、ちなみにどういった理念？例えば、うちはお客様の笑顔を全力尽くすって、うん、私たちはお客様、うん、ヘアビューティーを通してお客様の笑顔を追求してプロフェッショナルなんですよ、うん、まあ、あるんだけど、はいはい、そこがやっぱり判断基準で、こうじゃあ自分が例えば、例えば彼氏と別れたとか、うん、なんかもう機嫌が悪いと、うん、だけどお客さん関係ない、うん、で今日自分を帰り見た時に、あ、私の今日はどうだっただろうって振り返って、うん、本人が思えるかどうかっていうのがやっぱり大事かなと、うん、なちなみに手に入れるまで一番欲しいもの何やったんですか？でもやっぱり一番車だったかな、俺ね。あ、車なんですね、うん、最初は3万から始まって車、でも車も飽きたよね。あ、飽きたんですか？飽きたっていうか、もうずっともう好きなことやってんじゃん、うん、だからあんまりなんかこう例えば、感動がないよね。なるほど。だから海外なんですかね、新しい体験とかなんですか、うん、そう、だからみんなね、こう、いろんな国々の人が集まって、うん、トゥルーズ入ってよかったねっていうのをやりたい。なるほど。乾杯みたいな。なるほど。それがやりたい、俺。いろんな国でね。そう。楽しいですね。楽しそう、うん。楽しいことが一番だよね。うんうん、本当、伝わってきます、うん。直接もですし、いつも SNS でも。うん、SNS いつも見てたんで。でもまだ若いんだから、はい、頑張ってもいいよ。はい、頑張ります。頑張ります。いや、ほんと。
やっぱりね、俺は思うんでね、無知こそ最強って言葉があるじゃん、うん、いや無知はねダメっていう人もいるけど、無知だからできることもたくさんあるわけよ、うんうんうん、そう、変にお利口さんって絶対 2,3 点ほどもある、うんうん、頭で全部考えるから及び腰になって行動しなくなっちゃう、うんうんうん、で何でもできない理由を探してこう、あ、これできない、やらなくなっちゃうんですね。今、まあ、よくもあるこの勉強会とかも多いですよね、うん、昔と違って学べる場がこれが正解っていうのを追ってしまって、うん、その枠内で収まっちゃうっていうのは、そう、だからそのくせ酒飲んだ時は俺は水出すねとか言って、うんうん、次の日になったら俺はそのことだけみたいなのが落ちたとかロマンだけ語って、なるほど、だから俺の講演会なんかそうやってそういうことをクソみそに言うから俺、へえ、ね、ね、お利口はダメだってバカになれと、そう、攻めろと、バカ子最強ですよ。なるほど。これね、見てる方、美容学生とかも見られたりとかするんですけど、うんうん、今の若い子たちにアドバイスというか、うん、俺アドバイスっていうかね、その今の若い子たち、ちょうどコロナでさ、はい、こう美容学校の中でもずっとこのいろんなことができながら抑制されてたから、うんうん、本当にかわいそうだなって思うんだけど、うん、だけどその経験を生かしてやっぱりステップしてほしい、アップしてほしいなって思うね、うんうんうん、なんかこうすごいいろんな、例えば今の子、特に表情がさ、例えば笑うことができないとか、そうなんですか、そうだよ、そうなんですか、マスクずっとしてるから、ああそっか、要するに、この表情を出すのが下手な子が多い、だから、そういう子ばっかりで、今の例えば、だけど、そうだけど、その経験ってなかなかできなかったんだねって、なるほど、お前ら絶対ね、大変だったと思うけど、ね、なかなか経験できないので、生まれてそこに入ったんだから。うん、それを語ってやれと、うん、結局今後のね、うん、美容師さんに、うん、はあ、なるほど、うん、未だに外してないこといますもんね、若い子で外したくないんですね、外したくない、なるほど、表情がもうどういう表情してるか分かんない、なるほど、社会に本当経営者もそこ理解してあげないとですよね、うん、できねえんだよって言う人もいるじゃないですか、うん、じゃなくてその背景を理解した上で、うん、俺新卒なんてめっちゃ優しいからね、何にも起こんないよ、いいよ大丈夫だよ親分ですね、もうね、うち呼んでご飯食べて、あー食べろー、うまいだろーって、いい社長っすね、うん、俺は陰口も言わないんだけど、うん、俺は思ったこと本人に言うっていう決めてるし、うん、だから俺が文句言ってるけど本人に言うっていうか、俺の場合は悪口じゃないんですよ、陰口でもねえと、うん、伝えてるだけだと、そう思ったことも言っただけだから俺は悪口じゃないよと本人も言ってるから、これもう男女隔たりなく女子に優しいそうなんだ、意図的にされる、女子の扱いと男子の扱いは違うの、で会議の時とかね、昔はさ、もうテーブルひっくり返してマジでその代わり店長たちに、店長、女性店長にはちょっと今日ね、暴れるからちょっとびっくりしないから、ちゃんと言っとくんですね、あ、これできる人なかなかいない、ね、そうですね、なるほど、要するに自分の気持ちを正直に言ってるだけなんだ、だから経営のノウハウとか経営のテクニックで人を巻き込んだりしようっていうことはない、うん、なるほど、もう自分の心根でこう、なるほど、ね、こうスタッフと付き合ってるっていう、だから一緒に中で売り上げとか上がったり目標達成したら一緒に涙流せるリーダーは素敵だなと思うね、だからそういうそのグループを俺は作りたい、なるほど、だからそうじゃなかったら、うん、自分で、ね、創業したい意味がないのかな、うんうんうん、なんかこう何でもドライで、うん、まあいろんな考え方あるけどさ、俺はその売り上げだけ上がればいいなと思ってないから、本来企業ってそうあるべきだと思ってるんですけど、うん、そうですね、やっぱり最近はお金先行だったりとか、うんうんうん、なんかそのファッションで独立してるってさ、ちょっとトゲあるかもしれないですけど、うんうんうん、なんかおかしいなって思いながら見てるんですけどね、うん、だからお金が判断基準になっちゃったら、うんうん、人生かわいそうだよね、うん、だから最初は俺も貧乏してたから、うん、やっぱりお金を稼いで、ね、うちの母親を 楽にさせたいとか、はい、例えばそういう思いで休まず働いて、うん、やっぱりせっかく母ちゃん貸してくれたんだから、はい、返さなきゃとか思うじゃない、うん、だからそういうふうに思って稼ぐ、あとは悔しさから稼ぐ、うん、美容師給料稼げない、稼げんだよということで、うん、こう俺はやってたんだけど、でもその最終的にずっとお金が判断基準だったら、うん、ちょっとその人の人生がかわいそうだよね、はい、うん、思います、いい出会いがなかったというか、そういう人たちと出会えなかったんだよね、うんうん、だから人はやっぱり出会いで変わっていくから、うん、そう、絶対出会いで変わるんで、うん、
だから、バカなやつはバカが止まんない。ルイ友です。そう、ルイ友です。もう 100% ルイ友。だけど、やっぱり学ぶっていいよ。うん、だから俺は学んでないふりしてるけど、うん、相当勉強してる。今日びっくりしました。いやね、めちゃくちゃそんな言ってるんですね。日本でもトップクラスに学びに投資されてる。いやいや、そんなことないよ。そんなことないけど、俺は数字も読めるし、あの例えばこの今度その講演の時も、1億5000とか2億の赤字からどうやって黒字になったかって話をする。だけどそれはやっぱり決めてやることじゃない。大したことなくはないです。親分や、うん、親分です、ね。みんなの親分。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。こんな若造の。めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。親分、ありがとうございます。これを最後にあの見られてる視聴者の方がたくさんおられるので、はい、ちょっとメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。じゃあこちらで。はい、お願いします。皆さん、今日ありがとうございました。人生は、まあ、1回しかないんで、まあ、自分がやりたいことをとにかく目の前のことを一生懸命やるといいのかなと思います。あんまりね難しく考えないで、人が喜ぶことと、まあ、そこを徹底してやられると、いい人生なんじゃないかなと思いますので、いい人生を送りましょう。ありがとうございました。いや、勉強だった。キング応援を、はい、ありがとうございました。またご覧ください。ありがとうございました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 。すごかったね。いや、めちゃくちゃ勉強になりましたね。入社しようか。入社しましょう。社長塾聞きたいですもん。いや、聞きたいし、はい、厚みがすごい、ね。厚みすごいですね。ほんと普段何もそれをひけらかさないっていう、うんうん、美学があるんですね。いやすごいあの勉強量。そうですよね。相当悩んでやっぱ失敗されて、紆余曲折があって、うん、今の天野さんの価値観とあります、ね、これあの経営者があんだけ勉強の時間割くって難しいじゃん。これを任せれてるっていうのが、うん、今日組織の強さをすごく感じた。めっちゃ感じましたね、うんうん、そこの投資ももちろんだし、うん、時間とお金の投資、ね、うんうんうん、あと任せられる現場力っていう、うんうん、その現場を育てるやり方とかもね、うん、ありますもんね。マスター今日もお疲れ様です。お疲れ様でした。恥ずかしい話なんですが、はい、お風呂屋さんの3階だったんですよ。お風呂屋さんの銭湯ってことですか？銭湯です。まあ、いわゆる募集かけなくてもスタッフも集まってきた状況もあったんですね、うんうん、それが当然オーナーさんから見ればとんでもないやっちゃってる、うん、こうな、まあ、逆の立場ならばそうだと思うんですよ、はいはい、有力な名古屋漁師さんのオーナーさんたちからですね、はい、むちゃくちゃバッシングを受けると、はい、でもメーカーさんにも圧がかかって、